おはようございますただいまから決算特別委員会第三分科会を開会いたします欠席届が森田由美子委員から提出されております本日は交通局の審査を行いますそれでは質疑のある方は挙手願いますはい結構です ここで確認のため、通告者と順序を申し上げます。川島委員、森田守委員、上谷委員、山田委員、兵藤委員、山本修二委員、北尾委員、北山委員、井上委員、小島委員、島本副主査、宇佐美委員、平田委員、天方委員、通告漏れの方はおられませんか。 それでは順次発言を許します川島委員川島委員おはようございます,います一番バッターで私の方からはまず初めに運転手不足の解消について質疑をさせていただきます 一昨日、阪急バスが運転手不足を主な理由に、大阪、兵庫を走る4つの路線を廃止するという発表をしました、千葉県の小湊鉄道においても、減便運休、広島市の中心部では、広島鉄道、広島バスなど、7社がこの運転手不足が主な原因として、便数を減らしたという報道もありました。 国におきましてもこの運転不足の解消に向けて外国人材の活用が検討されるに至っています2024年問題も運転手不足に拍車をかけると言われていますこの運転手不足が全国的な課題となっていますが本州の受け止めについてまずはお聞かせください大塚企画総務部長 はい今、議員の方からご紹介いただきましたように、バスの運転士の人員、担い手の不足の状況につきましては、これは非常にひ逼迫した状況に、全国的にもなってきているのかなというふうに思いますあの。この数年の体感で言いますと、コロナの前にももうすでにそういう状況が始まっていたのかなというふうに思うんですが、特にこのコロナによりまして、いろいろなことが変わった中で、 えー、特にこの厳しい状況というのが非常に大きくなってきていてで全国で減便でありますとかあるいは場合によっては路線を廃止するというような状況が起きているということかなというふうに考えておりますで我々の方につきましても、えー、コロナ前にあの行っていたのと比べまして採用をやってはいるんですけどもそのなかなかそのなり手の方からの手が上がらない、えー、募集はするんだけど応募の状況が過去と比べると非常に良くないというような状況になってきておりまして、えー、これから先運動 運転手の確保というのがあの相当やっぱり困難な状況になってきているのではないかなというふうに感じております。川島委員、本州においてもまあ非常に運転不足の状況がま逼迫しているというあのご説明でした。このあの今週の状況についてもう少しあの詳しくお聞きしたいんですけれども、現在運転手の方が何人おられて、不足数をがどれぐらいなのか、また 今後の不足の見込みがどれぐらいというふうに検討をされているか、また離職についてもお伺いしたいんですが、えー、離職の現状と、またあの離職された方がまあなぜ離職されたのかというような原因がもし分かっていたら、その点についてもご説明いただけますでしょうか。大塚部長、はいえー、現在のの職員の状況でございますが 9月1日時点で定数いわゆるその必要な数とされております数が854名となっておりますで在籍しております運転手の数が845名でございましてこの中でこれだけで見ますと決意の状況は9名ということになっているんですが実際のところには在職をしておりましても 病気で休んでいる職員、あるいはその育児休業を取っている職員であったりとか、えー、現場には出れていない職員というのが50名いるという状況になっていまして、実質での,その不足数というのが59名、まあ、約60人近い状況になっているというふうな状況になっております。で退職者につきましては あの定年退職の職員はまあもちろん定年年齢になれば定年しますしその後まああの再度の任用という,ような制度とかもありますけども我々としてはあの注目しないといけないと思っておりますが年度途中年度末も含めて自己都合で辞めていく職員の数かなというふうふに思っておりますでこの数がまあこの,あの数年間で言いますと大体20名から25名ぐらいのところで推移をしておりまして、えー 一定やはり、あのこれが大きな影響を及ぼしているというふうに思っております。で、あの内容としましては、非常にまちまちなあの状況になってます。あの国に帰るというようなこととか、あの他の職に転職するであるいは我々として。まあ、あのあの不安に思ってますのは。まあの運転業務に対して、その自信をなくしてると無くしたと、あのちょっとこの仕事続けていけないっていうふうに思っているという風うな職員も言っているというようなことがございまして、まあ、こういった職員をしっかりつなげて勤めていくとあの、え。ー きっちり活躍していっていただけるような環境づくりというようなことが必要なのではないかなというふうに考えております。川島委員 今ご紹介いただきまして本当に本市もこの運転士不足っていうことが喫緊の課題であるということを改めて認識をさせていただきました今その離職された方の原因の中に運転業務に自信をなくしているというようなお話もございましたけれどもこれも本当に深刻だなというふうに思っているんですけれどもそういう方々が自信を持ってというか誇りを持って この運転手業務にしっかりついていただけるようなもうこの働き方の改革をしていくことということも私、今お話聞いていて大事かなといううに思ったんですけれどもこの働き方改革についてちょっとご質問させていただきたいと思います。働き方改革の中で私、時短勤務ということも1つ考えられるのではないかなといううに思っておりますで。愛媛県のバス会社では 同じくコロナ禍で採用控えられたこともあって運転手不足に陥ったことから勤務時間を乗客の多い朝の勤務時間だけ乗務されその他の時間は事務作業を行う新たな勤務制度を取り入れられたそうです勤務に当たられている方はもう体が楽になったということです本市において同じ勤務形態が取れるかということ言えばそういうわけではありませんけれども 例えばあの本人の希望があれば柔軟な働き方ができるということは考えられるのではないかなというふうに思います。例えばあの子育て中の方が今もあの日中だけ勤務ができるようなまあ、こういう選択もあのもうすでにあるというふうにお聞きをしていますが、実際にはなかなかシフトが申し出にくいという声もお聞きをしています。今後柔軟な働き方が選択できるようにすることへの考えはいかがでしょうか。 大塚部長民間のバス会社さん、さまざまな取り組みされているということは、われわれとしても情報の方を集めておりまして、注視はしているところです。で えー、民間と比べまして、われわれの場合には、あのやはり、えー、公務員ということもありますので、ちょっと硬い話になってしまうんですけれども、いわゆる職種ですね、まあ、この職種の、えー、職員はこういう仕事をするみたいなものっていうのは、非常に固定的、まあ、そのための専門的な、まあえー、知識、知見なりを持ってるということで、そのことでもってまあ採用試験をまあくぐり抜けて採用してきているという,ふうな経過がございますので、その職をまたいで、えー、柔軟にというようなことっていうのは、なかなかちょっとハードルはあの結構いろいろ難しい面があるかなという うふうには思っておりますでただあの、えー、状況的に言いますと、あのいろんな,そのなかなか、えー、今の,そのあれにこだわっている状況でもないのかなというふうなことも一方で思っておりますので、えー、少しあの勤務形態の在り方、仕事の在り方については研究していく必要があるのではないかなという,ふうには思っております川島委員、はいあの、職をまたいでということがする,あの,するのが難しいということはあの理解をしました。ま、た、ねあの 時短勤務等とまた柔軟な働き方についてはまた検討していただく余地もあるということでしたのでしっかり研究を進めていただきたいと思いますまた運転手さんの業務の負担軽減ということも私は考えなければいけないのではないかというふうに思っています運転手さんの中には運転以外の業務を負担に感じておられる方もいらっしゃいます運転以外の業務についてもしっかり見直しをしていただきたいと思うんです であの国交省では本年8月1日にタクシー、バス運転手の名札の掲示義務を廃止をされましたこれはのプライバシーに配慮し安心して働ける職場環境を整え人手不足の解消を狙って改正されたというふうなことでしたこの指名掲示につきましては乗客が今スマホで撮影した運転車証を SNS に投稿するといった迷惑行為 カスタマーハラスメントといった懸念があったということも聞いております。もうこういったことも含めてですね、職場環境の整備についても社会の変化に伴って考え直していく必要があるのではないでしょうか。も特にあの離職率の高いあの先ほどの。えー いろいろと離職される理由もお聞きしましたけれども、まあ、こういった運転手さんの声もしっかりと受け止めていただいて、今働いていらっしゃる運転手さんの声も聞いていただいて、職場環境の改善、業務の負担軽減について研究、工夫していただき、運転手さんが働きやすい、魅力的な職場環境の改善をしていくべきと考えますが、いかがでしょうか西山自動車部長。 はいえー、運転手の,あの業務権限、えー、等々についてのお尋ねかと思いますあの冒頭にございましたあの車内に運転手の氏名を掲げるという件あの先生おっしゃるとおり、えー、法律の改正の中でこれまではあの掲げなきゃいけないという義務ではあったんですけど今後はその義務が外れたという状態になっていますですのであの掲げる掲げないはまあ全国の事業者の判断ということになっておりますで、えー 我々あの今先生おっしゃられたようなそのハラスメントみたいな話というのもいろんなところで起きているというのは知っておるんですけれども一方であの私どもの制度の中でお客様の方からお褒めの言葉がいただける場合誰誰という運転手さんは非常に丁寧なことをしていただいたとかいうふうなお声もたたていただいておりますそういった場合そのどういった何回ぐらいもらってあるかとかいう,ようなことあるいはそういう事実確認をした上でですねあのその運転手 表彰するとかいうふうな制度にも生かしているところではございます。まあ、そういったところら辺もありますので、えー、ちょっとそういう点については今の名前を掲げるとかいう見についてはちょっと今後他社の動向とかいろんなところの中でまたちょっと検討していかなきゃいかなと今思っているところでございます。でまた職場のそのいろんなあの業務の軽減というところでございますけども、まずあの一番あの我々が重視してますのはあの運転士当然あのバスが もう一番のの仕事の道具でございますこのバスがあのどういうバス使いやすいバスを購入していくかあるいは改善していくかというのは非常に重要視しております。ここはもう運転士の,その言葉声をです、ね、いかに聞いて反映できるかというようなことでございます。 例えばあのドライブレコーダーとかを入れましたけどもこちらのほうもさまざまな事故の時もありますけども社内でのお客様などのトラブルとかいう時にその事実の確認がどうやったか運転手のほうに何対応が悪かったのかそうでないのかとか。 あるいはそういうのに大いに活用させていただいて運転士を守るというようなことにも使っておりますしまたあの車両そのもので言いますと例えばまあちょっと小さい話ですけどもあの夜走るときに使うヘッドライトこれを最近の車あの LED とかあの明るいやつに変えたりとかですねそういうふうなこととかあるいはその えー、例えばあの、運賃箱を1つにしてもですね今年度と来年度で新しい運賃箱に変えるんですけども、えー、その運賃箱も今あの、両替方式にしてるんですね、だいたい両替方式にしますと両替に1人当たり20秒ぐらい時間がかかると、ところがこれを釣り線方式に今度は変えていこうかなと、あの今年と来年で新しい運賃箱を入れます。そそうすするとと釣りり方式ですとだいたい1人当たりのそのお お釣りが出てくるままででで4秒ぐらいで済んでしまうとそうするとやっぱり運転手にとってもそこら辺の負担というのも軽くなってくるのかなというふうに考えたりとかしておりますのであのバスのそのものについてもそういうようなことをまたやっておりますであるいはの業務とは直接あれなんですけども例えばあの事務所においても年に2回運転士とあのヒアリング個別の運転士といろんなこうヒアリング面接したりとかそれ以外の時間もさまざまなコミュニケーションを図りながら 運転士の。 えちょっとでもあの負担とかストレスがたまらないようにとかいうようなこともやっておりますしまたあの運転手同士でこで勉強会とかするときがあるんですけどもそういったときも事務所の方でそで勉強会にいろんな素材を整えてですね運転手自身のこう例えば安全運行の基金、運中核意識を高めるような対策にもやったりとかいろんな形で負担の軽減というものを図ったりとかしております。ままたあの昨今あの乗車券のの見直しもしもておりますので えこの秋以降、車内で取り扱う乗車券というのも、検診もちょっと少なくなったりとかいうようなこともありますので、引き続き、ですねいろんな形で少しでもあの負担の軽減につながるようなことをできるように、運転手の声も聞きながらやっていきたいなというふうに考えています川島委員承知しました、まあ、あの引き続きまた努力していただけるということですので、運転手さんの負担軽減についてもあのよろしくお願いいたします。えー 続きまして、この運転手不足の対応として女性の活躍ということですけれども、私、以前に女性運転手の活躍を提案させていただきました、平成31年でしたけれども、もうこの時から運転手不足ということが言われ始めておりまして、女性の運転手さんをもっと採用して はどうかとか、またこの市バスの運転手さんが採用されたのが京都市が初めてということもご紹介をさせていただきましてそういった方々の活躍ももうすでにあるわけですからそういった活躍をしっかりと広報していただくことも大事なのではないかというようなお話をさせていただきこの間、女性が働きやすい職場環境また女性の管理者の登用等もお願いをしてきました。 現在の女性運転士の活躍の状況についてもお聞かせいただけますでしょうか。大塚部長。はい、えー。確かにあの先生から以前にご質問いただいたときというのはあのコロナの前のときだったかというふうに思います。で、あのときにあの。 えー、管理の住宅の関係もございましてあの、たくさん職員を採用しないといけないで、その時に、まあ、女性も積極的にというのお話をいただきまして、さまざまな取り組みをして、女性職員の採用ということを取り組みました。で、えー、当時で言いますと、えー、30年度の末の時点で12人の職員が在籍しておりましたが、えー、そのご採用数のほうが増えまして、現在23人というところまで行っております。でまあ、あの残念なががらただこれが あの令和元年度等の,あの非常に大量採用してたときにあのたくさん来てくれた職員でして、まあ、この12年に関してはコロナのこともございましたのでちょっと採用をストップしたりとかいうふうなことをしてましたので、えー、直近でいうとちょっとまああのそこまでは伸びていないその時に伸びたというふうな数字になっております。でえー、それぞれまああの職員活躍をしては、えー、くれておりまして、えー、この元年度のときにですね 1>, 1人あの、いわゆる非常務という事務職員に転任する試験をに合格して、えー、事務の方に転任しているという,ふうな職員も、えー、この時に1人あの出てきておりますのであの、女性活躍というふうなことにつきまして、あのまあ、取り組みがそれなりには表れてきているのかなというふうに考えております川島委員。えっと、この、えー、管理職の登用ということについてもお願いをしてたんですけれども、その状況についてはいかがですか。 大塚部長、はい、あのバス運転士に関しましては、まだ女性職員が管理職員にまで登用されているというところまでは、あの実績としてはございません。川島委員 わかりました今後、この方たちが頑張っていただいて管理職になられたときにはです、ねま、た女性の視点で、また女性の声をしっかり聞いていただいてさらに働きやすい職場環境を作っていただけるかというふうに期待をしておりますので引き続き女性が活躍できるような取り組みをお願いをしておきます。また北九州市では 自動運転のバスの実証実験の取り組みをされるそうです大型車両を使って 3D マップと GPS でルートを把握できるかを検証されます運転手の負担経験ができるレベルの自動運転によりシニアの活用を見込むということでありますけれどもこちら早ければ2026年の運転営業を目指すということですこういった新しい技術の革新 まこういった動向も注視しながら、運転不足の解消に向けて、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。その点いかか。がでしょうか小玉自動車部部担当部長 ご、はい、ご紹介ございました自動運転についいてでございますあの自動運転につきましてはあの、交通事故の削減ですとか、まあ、地域公共交通の活性化、まあ、渋滞の緩和、そして今、まあ、まあ、お話ありましたように、まあ、担い手の不足といわれる中での取り組みとそ進んだ位置づけかというふうに思います。 まあ国の積極的な研究がといいう状況でもございますでその自動運転の状況なんですけども、今、北九州の事例の方をご紹介いただきましたが、まあ、全国各地でまあ例えば4人、5人ぐらいの乗車のまあゴルフカーというような小さな車両から、中型バスまでということで、様々な車両を使っての実験走行ですね、そういったものが行われているというところでございます。 えっと北九州の方でございますが、私どもはお伺いしみますのが、西鉄バスさんの方で、今年の十二月からえ取り組みをされると、行動での運転ということで聞いております。そういったシニアの方々の活用を見込んでということも聞いてるところでございます。また私ども,もまあまあこういった新しい技術の動向ですね、そういったものについては、しっかり注目把握する中で、そういった部分についても着目してまいりといいとううふうに思ってございます。川島委員。 ありがとうございますこういった新しい技術の革新等もあの注視しながらあの、引き続き運転不足の解消に取り組んでいただきますようお願いをしておきますえ。続きまして、市バス運賃の改定についてお伺いいたします。コロナ禍からの回復、経営改善と取り組みなどにより、事業の回復が一定見られますが、燃料費の高騰や人手不足などの影響もあり、依然厳しい状況にあると認識しています。経営の改善にあたっては 経費削減ということはもちろん取り組んでいかなければなりませんが、お客様にご乗車いただくということが不可欠です。乗客増の取り組みについては、観光利用の回復、通勤・通学での利用増加が大きいと考えています。こういったことから産業、産業観光局と連携し、増客に取り組むことも有効と考えますが、この間、誘客への取り組みをどうしてこられたかご説明いただけますでしょうか。 上田企画総務部担当部長。はい、えー、交通局ではですね、運賃改定はあくまで最後の手段との認識のもと、経営削減や先生がおっしゃりました収入増加など、さらには国への要望など、経営改善向けた取り組みを経営ビジョンまとめまして、全力で取り組んできたところでございます。今先生おっしゃりました収入増加の取り組みといたしましては、経済団体や大学を直接訪問して、 定期券の販売促進を行うほか、市長先頭に国にも何度か足を運び、支援要望を重ねるなどしてきたところでございます。その結果、国の財政支援措置が強化されまして、地下鉄事業につきましては、運賃改定を開始するできたところでございます。いろんな取り組みをこれからも実施しながらですね、産後環境局といろんな町内の全町との連携を取りながら、増収増客に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。川島委員。ありがとうございます。 えー、観光についてなんですけれども先日観光産業局の方で質問させていただきますいただきましたところ、えー、修学旅行生にワンデ,ワンデイチケット京阪拡大版というものが、えー、発売をされているということでしたまた、えー、企業立地促進まあ、こういうこともあの進められておりましてこういったことと連動した、えー 誘客増員なども取り組んでいただきたいと思います。まあ、そういうことも合わせまして、今後誘客のへの取り組みをどのようにした。行かれるのか、お聞かせいただけますでしょうか。えっと、な、はい。金田企画総務部担当部長。はい、あの、ただいま、あの、川島委員おっしゃいました通り、あの。えっと、産業観光局の質疑の時に、あの。 えと京都サウスベクトルということであの、まあ京,都のえー、京都市の南部地域の方で、まあ、あの企業立地を推進していくというようなことをあの、まあ、取り組んでいるということを聞いておりますで、えーとまあ、このプロジェクトはあのオフィスとかラボですとかそういったものを誘致していくっていうことで、えー、当然のことながらあのそ,う、えー、それらの地域にオフィスやラボ があの誘致されますと、えー、そこにお勤めになる方のご利用があの多く見込めるであろうということで、えー、私どももえー、とそのプロジェクトにですねできる限りのあの協力をしていきたいというふうに思っているところでございます以上です川島委員まぜひとも連携していただいてしっかり取り組んでいただきたいと思いますあの単純に乗客が何人増えれば もう今のこの経営状況が上を向くのか、課題が解決するのかということではありませんけれども、以前は80万人というような目標を掲げておられました、遊郭への目標を明確に打ち出すことも重要だと考えます、この目標については、どのようにお考えでしょうか。はい、金田部長はいあの、えー 今あの目標をあの設定するべきではないかということでございましたけれどももともと地下鉄、市バスお客様1日80万人という目標を掲げて、えー、取り組んできたところでございますがあのコロナ禍でお客様があの激減しのすることによりましてあの、まあ 80万人というのはいまあ、未だ達成できてないあの目標として今現在もあの残っているところでございます。で経営ビジョンの改訂版の中で、えっと、もう少しこう、まあ、まずは、えっと、平成10年失礼しました令和10年に達成すべき目標ということで、えー、68万8千人というところを、えー 当面の目標ととしていいるところでございますまずはこの目標を目指して、えー、乗客増に取り組んでまいりたいということを考えております。でえっと、まあ、結局あの増客の目標を立てるということにつきましては PDCA サイクルを回していく上で重要な指針となるものでございますし、えー、全兆体制であの 増客増収に取り組んでいく上でも、えー、またあの市民の皆様にあのぜひ市バス地下鉄乗ってくださいということを。えー お願いする呼びかけるにあたりましてもやはり数値目標っていうのはしっかりあの設定をしてあのお示しすることかなというふうに思っております今、まあ、あのコロナ禍がまあ一定落ち着きまして、まあ、5類に移行した後観光客の方も回復していますし一定そのお客様のご利用っていうのは増えている中でございますけれどもあの今後もその、まあ、できる限り増客の取り組みを進めることで、えー 今後はまああの今、えー、その80万人というのがあの取り消されたわけではございませんのであのそういった数字もこう達成できるようなことで、えー、取り組んでまいりたいというふうに思っております。川島委員わかりました。まあまああの目標もしっかり掲げていただいて。 えー、経費の削減、まあ、効率化、誘客、まあ、あらゆる手段を講じていただいて、もう今の時点では、まあ、運賃改定を避けるために、あの全力を挙げていただきたいと思いますので、お願いをしておいて、質問をさ終わらせていただきますす、はい、進行いたします森田守委員。 おはようございます。二番目でしたんで質問かぶるとは思ってなかったんですけども、まあほぼ川島委員と同じ、まあまああのやっぱり担い手不足がまあ本当にそれだけまあ喫緊の課題なんだなとまあいうふうに思っておりますして、私もあの担い手不足について伺いたいと思います。あの全国の状況につきましては先ほどまあ川島委員がおっしゃった通りでございまして、で、私もあの春以降ぐらい特にまあ 肌でも感じるようになってきましてですね、まあ、その都度局の方にもお伝えをしてきましたけれども特にあの現場からまあどういう声が上がってきたかというとまずあの応援の運転が、ね、頼まれても断れないともう一本行ってくれもう断れない特にまあ若手の方なんかはまあ非常にそううの断りにくいということも聞きましたし、えー、もうそもそも今の人員でバスの今の維持をするのできませんよという声もいただきました。 まあそしてまあ年休が取れない、で休みたかったらもう当日お腹痛いというしかないと、まあ、こういう声もいただきましたで、えー、まあ退職者が後を絶ちませんよというようなことも聞きましたし私はあの組合に支援していただいているわけではありませんけど、まあ、自動車部に貼っている組合の自動車部ニュースにはですね本部三役が人員不足に関して当局側を批判。 人員確保をめぐって当局との接触継続中人員確保の戦いを全組合員の団結で推し進めようと、まあ、こういうことになっているということも聞いております特に、えーまあ、皆さんご存知の通り苦情車庫が非常に厳しい状況だということもお聞きをしておりましたで、まあ、この問題ですね、まあ、これから非常にもうどんどん厳しくなっていくと思いますので、まあ、私も対策をしっかりとっていっていただきたいなと思っております でまずここで、まあ、運転士さんの人数と在籍数と実稼働数を聞こうと思ったんですが、まあ、先ほどまあ答弁ございましたで局の,あの見解もありましたので続きでいきますけどもで運転士の人数につきましては過去5年分の推移を見ましたが、まあ、非常に人員不足が年々厳しくなってきているとで、まあ、昔は交通局の待遇が良かったので、まあ、民間事業者から京都市の交通局にどんどんまあ流れてきていたと、まあ、今では逆に あの交通局、まあ、非常に仕事がまあ厳しいので、民間に若干、その給与の待遇面で差があったとしても、民間に逆流をしているというような状況が出ているということもお伺いをしております。でまず私からお伺いしたいのは、今年度につきましては、ですね春に二種免許をお持ちでない方の採用がありましたし、今はお持ちでない方、それからお持ちな方。 両方の採用、まさに募集中でございますけれども、この2つについて、まあ、どれほどの方が応募されて、採用されたのかで、現在についてはどれぐらいの方が応募されてきているのか、伺います大塚部長。はい、えー、今、あの先生の方からご説明いただきましたけど、あの非常に厳しい状態になっているというのは、先ほども答弁いたしましたが、我々としても日々痛感しているところでございます。採用の状況についいてでございますが えー、令和5年今年度の4月に入りまして、えー、いわゆる免許を持っていない方についての募集を行いましたで、えー、募集人員としては30名を募集いたしましたが えー、残念ながら受験者数が40名、えー、ということでございまして、えー、この倍率が倍が1.3という,ふうになっておりますであの過去をあの振り返ってみますとおおむねだいたい30名程度を募集をしてきたんですが、えー、受験者数がだい,たいまあ3倍から4倍ぐらいというようなことがずっと続いていたのが。 えこの月えすません4月には1.3倍だったということであの非常に厳しい状況になったかなというふうふに思っております。採用者数につきましては21名ということであの受験者数はまあ40名で募集人員を超えていたんですがあのやはり試験ですのであのクリアしていただかないといけない基準がございますそれをクリアしていただけたのが21名だったということであの我々が思っていた数が採用できなかったというのがこの時の状況でございました。ように採用者 実施をしております、えー、免許ありを30名、免許なしを20名という形で、えー、募集を行っておりまして、えー、昨日の時点なんですが、えー、免許ありが、えー、募集30に対して34名の方から今、応募をいただいております。で免許なしの方が、えー、20名に対しまして、えー、現在6名ということで、あのやはり免許なしの方の,あの苦戦の状況というのは伺えるのかなというふうに思っております。森田守委員 厳ししい状況よく分かりましたでもう一つですね、懸案事項なんですが、えー、2024年問題ですね、これはまあ全国的に言われていることですけれども、まあ、年間残業時間上限960時間制限ということです、でこれが市バスに対してどのような影響を与えると考えておられるのか、まあ、2030年度には3万6000人、バスの運転手が業界内で不足するということも言われてますけれども、この点について伺いたいと思います。 西山部長はいあの今、えー、言われてます、あの2024年問題あの、働き方改革の中で、ですねあの労働時間等の法律が改正される、来年の4月に改正されるという問題でございます。まあ、主にはですねあの 1>, 1日の,あの拘束時間、勤務の拘束時間というのが、まあえー、16時間、最大16時間から15時間に減らされるとか、えー、あるいはあのその日の勤務が終わった就業時からです、ね、次,次の始業時。 勤務開始までの空き時間、まあ、いわゆる世の中でインターバルと呼ばれておりますけどもこの部分が今現在8時間空けておけばいいという8時間以上空けておけばいいということになってますけどもそれが基本的には11時間以上空けるようにと。 ただあの、9時間を下回らないようにというふうな形で改められると、まあ、その他にもいくつか項目がありますけど主なところら辺はそういったところへがございます。でえー、現在、先ほど申しました拘束時間については、あのそれほどの長時間の勤務をあの割り当てというか、毎日のこう修行というあの組みありますけども、えー、勤務のスケジュールはあるんですけども、えー、そういうのはありませんので、まあ、そこは大丈夫かなというふうに思っています。ね、えー、今8時間 以上開けたらいいというのが今度最低でも9時間を下回らないということになっています。ここの部分については若干その勤務の中で少し引っかかる勤務状態がありますので、今そこら辺を今見直しの作業というものを行っているという状況でございます。ただ今後は11時間を基本にということでありますので、そういうのを目指すということになっていけば、えー、人員というものが必然的にさらにあの確保していかなきゃいけないというふうな状況になっているという状況でございます。森田守委員。 分かりました。でえー、っともう1つ、懸案事項を申し上げますが、管理の受委託、これが令和6年4月から5年間、えーまあ、受託者についてはすでに選定されておりますけれども、これ、その物価高騰、それから担い手不足が問題化している中で、ですね、委託料の高騰、それから、まあ、前回ちょっとああいうことがございましたんで、ね、急にその撤退されるというこの心配がまあ,あるわけですけれども、その点についてはいかがでしょうか。西山部長 はいえー、と今、えー、行っております管理の受宅託でございます、のご質問でございます、えー。来年の4月から、この6年の4月からですね、5年間という形での更新ということで、この4月に新しい受託、えー、の事業者さんを発表させていただいたところでございます。でえー、基本的にあの 物価の高騰とかいうようなことでお話しいただいておりますけれども、募集時にです、ね、この5年間にそこの会社で人件費がどれぐらい上がるかとかいうふうなことを見込んだ上えで、金額を提示してくださいという形での提案をという形でさせていただいておりますので、それが今、ご提案いただいた中でいきますと、大体この5年間で5%アップということで、ご提示いただきました、そういった中で今、各社さんとは金額の話を進めているところで ございま,すまた、えー、もう一つの,あの,その事業者さんが撤退するかどうかというところのご懸念でございますけれども、えー、現在、えー、その6年からの運転、えー 新たな契約に向けての,そのどういう中身で運転していくかというふうな部分について、運行していくかという部分についていろいろ協議をしていますけれども、そういった話の中で、特段その撤退とか、えー、なんかそういうふうな話は今のところあり、えー、民間の事業者さんから聞いておりませんので、しっかりと住宅やっていただけるものというふうに認識しております森田守委員。 あの公共建築工事なんかであればその契約後も、まあ、物価高騰なんかでインフレスライド条項が適用されてですね、まあ、その契約変更なんかがあるんですが、まあ、聞くところによるとこの委託では、まあ、それもないと。 でこれ果たしてその5%でアップでですね委託先が受けていただけるのかということなんですが、まあ、ここはしっかりやっていただけるということなんで、まあ、引き続き進めていただきたいと思いますで、まあ、その上でですな、ね、ん、まあ、とか担い手不足をまあ解消していかなければいけないということでさまあ、様々考えていかなきゃいけないんですが私からもいくつかまあ提案をさせていただきたいと思うんですけども1つがあの65歳を超えての運転士の雇用についてでございます。 でこれは以前は、えー、確か67歳か六68歳まで運転士が採用されていた時代があったと聞いておりますで今個人タクシーのドライバーの,あの年齢上限が80歳まで引き上げるというような議論が、まあ、国の方でもなされておりまして、まあ、免許返納とどうなるんだみたいな話もありますけれどもで、まあ、これ65歳に引き下げたことが、まあ、この社会情勢からも逆行してるんではなかろうかなという点それから えー、これは、あの、三重県の桑名市なんですが、えー、桑名市で働いておられた60歳を迎えた消防隊員の方が希望すればですね、退職後に地元の三重交通で運転手として72歳まで雇用すると、まあ、こういうこともされております。で、まあ、いろいろ、まあ、課題があるんでしょうが、あのー、今まで働いておられた運転手の方を、さらに年齢上限を上げて採用するということになれば、当然、その運転手の皆さんは市バスの路線、ダイヤ、 すべても慣れておられますし、二種免許を持ち出ない方を採用すれば、免許の取得にもお金がかかる、そこから研修もしなければいけないということに比較するとです、ね、まあ、即戦力としてしっかり働いていただけるというふうに思っているんですが、この点について、いかがでしょうか大塚部長、はいえー、今あの、ご紹介いただきましたように、えー、かつてはあの65歳を超えての任用。 あの短時間の勤務というような形での任用を行っておりました。あの、えー、少しまたあの先ほどと同じようにあの地方公務員法の話になってしまうんですが。 当時は非常勤職宅員ということで比較的われわれとしても任用の形態をいろいろ取りやすいこともございましたのでそういう形の職員を定年そして65歳を超えてからも任用するというふうなことを比較的自由に運用してたんですけれども今それが会計年度任用職員制度というふうなことに変わりまして非常に運用がしづらいというふうな状況になっております。でこれは毎年毎年年その職の職を 続けていって、で入用されている方についても毎回試験を行うというふうな、あの非常に手続き面で。 ハードルの高いような制度になっておりましてそういったところのこともございまして今運用としては65歳までというような形でさせていただいているところですただおっしゃっていただきましたように経験の豊かな高齢職員この活用というのはもうこれからの非常に大きな課題であるというふうに思いますこの制度しっかりと運用しながらそういう方々を活躍していただけるような場というのはしっかり検討していかないといけないといろいろ柔軟に検討していろいろ柔軟にあの 検討を進めていかないといけないのではないかなというふうにあの思っておりますあのまさに、えー、免許費用もかからない、えー、京都市のことはよく分かってくれているという貴重な線量かなというふうに思いますので、えー、活用方法についてはこれから検討を進めていきたいなというふうに思っております森田守委員 ぜひあの検討よろししくお願いします、まあ、次があの女性運転士なんですが、まあ、これあの、川島委員からシフトだとか、まあ、働き方のです、ねえーまあ、朝だけの勤務だとか、まあ、デイタイムをやっているところもあるそうですが、まあ、そういう話がございました、まあ、この工夫も必要でしょうで私はあのやはり男性が多い職場ですから、まあ、営業所それから奏者場なんかのハードの整備も必要だと思っておりますしあの以前指摘しましたけど例えばその出産休暇とか、まあ 育児休暇を取った場合にです、ね、長年積み上げてきたこの評価,評価がね、一旦この休暇を取ることでリセットされてしまうと、これを、まあ、ぜひ改善してほしいということを、まあ、申し上げたことがあるんですが、このについては改善がされたのかどうかも含めて、まあ、女性の働き方、環境の整備について伺います大塚部長。あはい、あの営業所におきましては 女性の専用の休憩室の整備でございますとかハード面の整備につきましては令和2年度に実施をしておりますで休暇の取得等につきましては全職員同じように休暇取得できるようになっているんですが先生がご指摘いただきましたのはその、えー、と休暇育児休業を取っているということで 表彰の制度の持ち越しができないというような点だったというふうに思います、これについての改善をしておりまして、その期間については、持ち越しをして翌年度には持ち越すというふうなことをできるような制度に改善をしておりますので、そういうことでしっかりとこれからも職員は取り組んでいって,いてほしいというふうに思っております森田守委員次はですね、採用の広報についての工夫ですが、これ、京浜急行バスですね。 人材不足でこのままではやばいですとストレートに訴えたところ応募が増えたとまあまああの京都市のマジピンチのお株を奪われたようなあの採用ですけれどもまあこの採用の広報の在り方についても広報についてはもう交通局は素晴らしいものをお持ちですからここはあのしっかりやっていただきたいなと。 一方であの関東大手のバス会社運転士募集の説明会を開催したところ応募者がゼロで誰も来なかったので中止になりましたとまあこういう厳しい状況もあります。このの広報工夫についいいてても伺っておきたいと思います大塚部長 はい、あの各、えー、事業者さんごとにさまざまな工夫されているというふうなことをわれわれも、えー、ああのアンテナを張り巡らして情報については進めているところです、えー、それの良いところについてはどんどん取り入れていきたいというふうに思っております、で採用説明会につきましては、あの採用試験のごとに、えー、実施の方をしております、あの先日も行いましたが、えー、来ていただけておりまして、あの我々はあのきっちり開催もできておりますので、えー、しっかり採用の確保に進めていきたいというふうに思っております。森田守委員 でえー、担い手不足で,です、ねまあ、何より,何よりまあ大切というか、まあ、やはり重要なのは運転手の皆さんの待遇改善がやっぱり課題かなということで、えー、これ以前年収1000万円の市バス運転手はさい存在しませんと今広報したことが交通局ございましたでこの交通局の趣旨としては、まあ、過去に1000万円を超える年収の運転手さんが在籍していたと。 でその市民の中で市バスの運転手1000万盲点にやろうっていうまだ都市伝説的なものが残ってるので、まあ、それを払拭するためにああいった広報をされたと思うんですがあの時の,あの市民とか SNS の反応がですね結構その運転手の,あの待遇をもっとよくしなきゃだめだろうというのがまあ予想外に多かったとっいうのは私印象的だったんですよ。でえー、この交通局だけが 運転手の給与アップするというのはなかなか難しいし、まあ、民間事業者からのまた流出を、ま、あの流出してこっちに流入しばかりしてしまうという課題もあると思うんですがこの待遇について今どのように見解をお持ちなのか伺いたいと思います。大塚部長 はい、えー、今ご紹介いただきましたように SNS1000 万の話はあのまさに、えー、市民の方でやはりまだそう思っていらっしゃる方あの私も直接お聞きしたことあるんですけどもそういう方に向けて発信したんですが SNS という性質上当然全国に向き渡りますのでさまざまお声をいただきましたで、えー、と現在の,その待遇についての,あの考え方ですけれども、えー、やはりその。 勤務のその困難さといいますか不規則さというようなことと、それと。 手に乗る収入というもののバランスというのは当然たらしも考えるところですけれども、そういったことによりまして、やはり免許を持っていない方がなかなか採用に応募していただけていないというふうなことなのではないかなというふうには思っております。で、あの残念ながら我々の給料は人事委員会の勧告を受けてというふうなことが前提になっておりますので、それを受けて今回勧告の方もあのそれなりの額は出ております。 ですでしっかりとあの交渉もしていって、えー、検討もしていかないといけないんじゃないかなというふうに考えております。森田守委員。はい。これについてもよろしくお願いします。それからあの、えー、現在のあの給与表5票についてなんですが、これもあのまあお声い,いただいたりするんですが、まあ1票2票え1級2級3級1票2票31級2級3級ですね。で、えー、長期間運転士の方が勤務をされてもですね、えー、なかなかこの 昇進というか、まあ、評価がされづらい制度なんじゃなかろうかと、でえーまあ、運転手の皆さんからは、ですねここをあの見直していただかないと、運転手の意欲がまあ引き出せなくて、やはりこの運転手の皆さんが途中で退職してしまうという現状があるということも聞いてるんですが、これについてはいかがお考えでしょうか。大塚部長、はい、あの給油を増やすとというところにつきましては あの役職を伴うようなものでありますので、あのなかなかその職種、その職種に見合ったあの役職というふうなことを検討するとなかなかハードル高いかなというふうに思っております、でただ、えー、長期で在職していただくがゆえのメリットといいますか、そういったことが、えー、退職を防ぐ、在職をしていって、えー、しっかり働いて貢献していこうというふうな意欲を引き出すということは、その通りだというふうに思いますので、さまざ、あ、まな面から、えー、在職者の方々のモチベーションが上がるような取り組みを進めていかないといけないかなというふうに思っております。 森田守委員、はいえー、っと担い手不足についてはあの以上で引き続きあの、次また山本周人にもしていただきたいと思いますが、えっと、あと最後1点だけ聞いておきたいことが、えー、果実観光庁がオーバーツーリズム対策としてです、ね、バス、鉄道の運賃、料金の柔軟な設定による地域住民と観光客の需要のすみ分けこれも発表されましたでこれは我々も申し上げてきたことでありますし角川市長も、まあ、国に対して要望もされておりました。まあ、ようやく えーまあ、実現が目の前に迫ってきたかなと思ってるんですが、これについて、現在、交通局でどのような検討をされているのか、まあ、分かる範囲で、えー、お示しいただきたいと思います。上田部長 はい。えー、京都観光の改革を考えますと、やはり芝さんの混雑対策っていうのは最優先課題でございます。えー、今、委員からご紹介ございました通り、本年6月の国会予算要望や、9月のオーバーリズム対策に関する国への緊急要望など、あらゆる機会を捉えて要望活動を行ってきてございます。この度の国のオーバーツーリズムの 未然防止、抑制に関する関係省庁対策会議での議論には大変注目してございます。今、現行でございますと、観光利用と市民利用で運賃差をつけることは、えー、特定のお客様を優遇するということで、えー、属性によって運賃を下げることができない。という こう加えまして、運用面におきましても観光利用と市民利用のお客様をシステム的に判別することが困難であるなど、課題が多く現実ではない状況でございます。国において今回具体的にどのような制度改正が行われるか、現時点ではまだ判明してございませんが、交通局では、芝生の混雑緩和に資する運賃制度や観光路線のあり方について、鋭意検討を進めてございます。引き続き国の動向を注視してまいりたいというふうに考えてございます。 進行いたします。神谷。委員長。よろしくお願いいたします。えー、三番目ということで、やはり質疑はある程度被るかなという思いでご用意してたんですけれども。もうほとんど被ってしまいまして。 マジピンチだなというふうな状況でまございます。ででましっかりとまあ質疑をさせていただきたいと思います。その中でですね、えっ、ー、と今いろいろとお話ある中でですね、あの芝ス運転士の待遇の話もございました。私もあの六十五歳以上の方であったりとか、まあ候補のところとか待遇の方この辺に関してあの質疑をさせていただこうと思ってました。まあ、ご答弁ありましたんでこの辺りは除くんですけども、あの待遇の面でですね、えー、給与に関して、ま。 今までは、市バス運転士が民間より高い状況が続いていたと、それを今まで改革を進めて、民間並みに近づけてきたと、その改革にあたっては、今までの時代流れ的には評価をしておりますが、今はしかし、これが民間も上げてきている中で、この低い状況で本当に集まるのかと、大変危惧している状況だと思います。今、その状況をちょっとお聞きしたいんですけど、実際、今、市バス運転士の年収と民間の状況、これはどれぐらい今、近づいているものなんでしょうか。 大塚部長、はいあのまあ、えー、今現在ですね、えー、市バスの運転士がまああの年収ベースでの比較をするんですけれども、平均年収で言いますと、えー、561万円で、えー、民間バスの場合が、えー、510万円というふうなことになっております。でこれあのえー、っと国の方の持っておりますデータで、えー、企業規模で1000人以上の、えー、企業の えー、令和元年から3年までの平均から算出しているというものでございますので、まあ、大,大体あのそれぐらいの感じになっているということかなというふうに思っております上<谷>ありがとうございます。 令和3年ですかね、状況を見てると、もう少し近づいてた、あもう少し民間と公営バスの給与差がないような状況だったと思ったんですけど、今、ある程度そこが、まあ、まだ高いという状況でございますので、まあ、引き続き民間の給与をどれだけアップされるか、その辺の状況を見極めながら、まあ、取り合いになってしまったら意味ない状況でございますから、やはり全体、京都市全体で、えー、運転手を守っていく、確保していく、待遇をアップしていくという方向で進めていただければと思います。えー あとですね、先ほどお聞きしてますと、その人員のことも聞こうと思ったんですけれども、もう今の状況で854人必要なところ、えー、育休などの休み合わせるともう59名今不足している状態だというふうにお聞きしました。まあ、本当にこれ大変厳しい状況だと思ってます。やはりその中で、えー、これがですね、本当に。 今後ですねその募集、いろいろと工夫をされて集めてますけど、なかなか集まってないという状況です。これ、どん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 お年を減っていくごとに、今、2024年問題もありますけど、2040年になったら、あの労働者がもうかなり減ってしまって、1100万人全国で足りない状況になるという調査あーデータもあります。でしかもその中でで京、えー、京都はあ都都はは道府県別ですけどこれは京都が一番 あの需要と供給が追いつかず40、40%ぐらい労働者が不足するんじゃないか。そんなデータもございますので、これからさらに担い手が集まらない厳しい状況が続いていくと思います。ですので、もう直近でもありえると思うんですけども,も、うすでに59人足りないっていう状況はまあなかなかシフト上回すのが本当に大変だろうなと思うんですけども、これがもう本当に集まらなくて。 実際、路線はずっと京都市の方向性とは維持するという方向性でございますけどなかなかこれ人員回らないとなった場合に最悪、どういうシナリオを今想定されているのかその辺りをちょっとお聞かせいただきたらと思います大塚部長。はい、えー、今あの、これから先の非常に厳しい状況についてご紹介をいただきました。あのまさに今その 最初の波を受けようとしているタイミングなのかなというふうに思っております。で、えー、当然さまざま、処遇面での改善でありますとか、これはまあ、我々だけではございませんけれども、この業界全体で考えていかないといけないことかなというふうに思います。ただ、えー、一方で、人口減少というのも、これは不可避のことではあのございます。えー、そういった中で、あのどういうふうになっていくかということなんですが、あの我々としては当然、路線、ダイヤ守っていきたいというふうなことを、これはあの最優先といいますか、あのこれが絶対的な命題事故やというふうに思っているんですが、えー おそ、えー、らくそういったところにも手をつけざるを得ないというタイミングがもしかしたらどこかで来るのかもしれない、であるいは増便という形で観光客の方に対応というようなこともしておりますが、そういったこと,ところについても、何らかのことを考えないといけないのかというようなことが、相当からずやってくる可能性を考えながら、今後の体制をどうしないといけないのかというようなことを検討していかないければならないのではないかというふうに考えております。 上谷委員ありがとうございます、えー、本当に考えていかないという状況だと思います実際その採用が集まってないのでまた来年も退職者はだいたい最低でも20か25名は退職される流れが続いているということでますがそれ以下でもし募集がそれ以上集まらない場合というのはもう来年からぐらいでもその路線が本当に維持できるのかという状況になってくると思いますもうその路線を維持していくことに、えー、非常に重要視されておりますがその辺をしっかりとですね、あのど 急遽ですね、まあ、今、民間の状況を見てますと、急遽2ヶ月前ぐらいにもう、はいえー、休止しますとか、あもう減免しますということがありますので、しっかりとその辺は先を見据えて、ですねぜひ議会に、えー、先に挙げていただいて、しっかりと議論をしてまいりたいと思いますぜひその情報を、を、えー、逐一、報告をよろしくお願いをいたします。 あとはです、ね、あの待遇あの、ストレス等で辞められる方、休まれる方というのも職員の中でいらっしゃるというふうにお聞きしておりますその面でですね、今、京都市としてはストレスチェックをバス事業所ごとにされているというふうに聞くんですけれどもあの見てますと、情報。なかなかかその… ストレスチェック受けておられる方と受けておられない方が、まあ、年度によってですけど、事業仕事すごいまちまちになっていると受けてない年によっては50%ぐらいしか受けてない年があれば 92%99% ぐらいほぼすべての方が受けられているという状況もあったりするんですけどもこの辺のストレスチェックとメンタルチェックこの辺はどういうふうにされている状況でしょうか大塚部長 はい、ストレストレチェックあの、えー、チェック表というのは毎年、全員職員に配布いたしまして、それでもって、あの本人の現在どうなっているというかというふうなことを、まあ、確認もしていただきながらというふうな取り組みになっております。でえー、これがあの、えー、と令和3年以前、令和2年度までは、えー、とあの令和3年度以降で少し運用の方を変えまして、 えー、受験をする職員については、ついてのみ回答票を回収するという,うな形にしました、それまではあの受験をしない職員についても回収してましたので、えー、その方がチェックしているかどうかということは把握できなかったんですが、えー、そういう形に運用を変えましたので、あの受験をしていない 職員とといううここが把握できるようになりましたでこれはのメンタルチェックは必ずしないといけないというふうに義務付けられるような類のものではございませんで強制できないというようなことになっておりますが、まあ、そのこと自体がこのストレスチェックということの性格を表しているかというふうに思うんですがただまああの受験していない職員に対して受験の干渉をです、ね、強制ではない範囲の中で受けたほうがいいよと。 えー、受けるとこんなことが確認できるというようなことってのはできるかなというふうなこともございまして、えー、職場の方ではそういう形で受験の鑑賞なんかもあのしてくれております。でそれによりまして 令和2年度までは受験率が74%、5%だったのが今は85、85%から90%ぐらいまでは受験率が上がってきております。で営業所ごとによって、今ご指摘ありましたように、少し差があるところもありますので、そういったところについてもきめ細やかに対応して、このスルスチェックの意義というのを職員一人一人に分かった上で活用していってもらうようにというふうなことで、進めていきたいというふうに思っております。上谷 ありがとうございますあのいろいろ休まれている方で、えー、育休の以外の方でも、まあえー、メンタル面で、えー、疲れて休んでおられる方もいらっしゃると思いますやはりメンタルで、えー、不調ですね1か月以上休んだ人の退職者の割合が70%というデータもございますので1回やっぱり休まれるとなかなか戻ってこれないという状況が続くと思いますあのしっかりとその人員今大変な状況でございますからしっかりと日々の,あのストレスのチェックを、まあ、今先ほどいろいろとされていられるということでございましたけれどもしっかりと今後もです、ね、対応していただいて できる限り皆さんに元気に気持ちよく働いていける環境を作っていただければなというふうに思います。 えそれでですね少しちょっ獣医託の話もさせていただきたいんですけれども獣医託の話もありましたが実際、その獣医託ですね今、先ほど聞いているとその途中でのインフレス態度等はないんだということでいろいろ今後検討していくという話でございましたけれどもやはりその民間のかえ業者で言いますとやっぱり5年という契約を今後結ぶことになったときにその5年の中ですごいそのまあやはりまた人材が集まらないという状況が今後もずっと続いていくという状況でございましたからその辺をちょっと 危惧しておりましてですね途中でやっぱりその本体の方でも人が集まらなくてなかなか本体の方の経営があ人が集まって厳しいからちょっと引き返さこれこっちから戻してこないとダメなんだってなった場合にその京都市の路線からこう撤退する可能性っていうのは途中で撤退する可能性っていうのは契約上あるいるのでしょうその辺をちょっと教えていただきたいと思います西山部長はいあのえー、っと えー、路線の話でいきますと、その直営と委託先の路線をどこが担当するかっていうのは、ある意味毎年見直しているところでございます。あの今年は直営が持ってたけども、翌年は委託先さんが持ったりとか。 あ,あいうふうなことで、えー、さまざまな工夫をしながらですねあの今までやっておりますこれはあの人員のこともありますしあの運用上の効率化という部分の中で路線をそっちに持っていった方がより効率的なあの運用ができるやろうとかいうさま,ざまな観点からあの見直しっていうのをやっております、えー、今後ともですねあの板子崎さんいろんなご事情があるかと思いますけれどもあのそういったところらへん、えー、しっかり聞きつつですねあのいかに えー、民間さんとかとあの人員確保も含め、えーバスあのえー、委託事業がちゃんと続けられるようにというようなこともお相談しながらあのしっかりとあのやっていきたいなというふうに考えております。上谷委員 分かりりましたあのやはり5年という長い契約ですのでその中でやはり、えー、ど,んど,んどんどん状況が変わっていくと思いますのでやっぱり1年ごとにしっかりとチェックをしていただいて、えー、大丈夫かどうかしっかり京都市の路線が守れるのかどうかしっかりその辺は見極めていただきたいという,ふうに思います、えー、続きましてちょっと経営改善という点でちょっとご質問させていただきたいんですけれども以前にも、えー、他の方からもご質問あったんですけれどもそが師走の通勤定期券の割引について少しお聞きをさせていただきたいと思います。 この通勤定期限ですけれども、えー、どうやら他都市と比べると京都市は割引率が高いというようなデータもあるようなんでございますけれどもこの辺は今の状況はどういった状況でしょうか教えていただけたらと思います上田部長はい、えー、芝生の通勤定期限の割引についてでございます他都市公営バス事業者の平均で見ますと平均が26.8%であるに対しまして京都市は30%の割引率となってございます上谷委員 ありがとうございます。えー、やっぱり割引率少し高いという状況なんですけれども、これ、もし、たとし並みの割引率にした場合というのに対して、増収といいますかね、そういっ意味がわかりませんけれども、その分、どれだけ京都市としては増えるのか、収入が、そのあたりの計算というのか。上田部長。はいえー、単純にですね、あの今申しました平均割引率で計算しますと、えー、1億5200万円ぐらい。 の財政効果ががああるのではないいいかととうふうに推測されままますす谷わりりしたござこのご質問があったのにご答弁でも今後ちょっと判断の必要があるかないかというふうにあのいろいろと考えていきたいというふうにございますというふうに、えー、ご答弁があったんですけど、今、この状況というのは見直すのか見直さないか、その辺はどういった判断をされているんでしょうか上田部長、はいえー、今現在、現時点で特段見直しについては検討してございませんが、都度状況に応じて検討はしてまいりたいというふうに考えてございます。 神谷わかりました。そのあたりもしっかりとですね今の状況を見かめてですね、えー、していただきたいいただきたいなというふうに思います。やっぱりなかなかかなり経営も厳しい人も集まらない状況でございます。何から取っ掛かりになるところ、少しでも手をつけるところ、しっかりと改革を進めていただけたらなというふうに思っております、えー。続きましてですね、えー、その先ほどの路線の維持という話になったんですけども。 やっぱりどうしてもいろいろと多都市の状況を見てますと路線維持できない時の方法というかバス会社が撤退した場合どういった方策を取られているかという調べていると結構、オンデマンドバスというのがこの頃他の自治体で増えてきているように見受けられますその辺のオンデマンドバスに関して京都市として何か取り組みを今までされたのかまあ交通局としてですけどもその辺のご検討されたことがあればですね何か教えていただけますでしょうか。 小玉部長、はいえー、お話しございました、いわゆるオンデマンド、デマド交通でございますあの。路線ですとか停留所、あるいはまあダイヤを定めて運行する路線バスという形とは違いまして、まあ、決まりました区域ですね、そちらの中でまあお客様の要望に応じて、機動的にまあ運行させると。 まあ、あのお客様のオーダーに応じて、希望の地点まで送りつけな、そのようなサービス形態かというふうに思います。まあ、主として、あの過疎地での交通手段の部分ですとか、あるいはまあ地方の観光地等の移動手段の確保、まあ、そういった部分での活用というところは承知しているところでございます。また車両についても、まあ、いわゆるバスというよりは、ワンボックスタイプの車両であったりとか、そんなものを使える事例が多い、でまあ、ルート設定もまあ AI 使ったりというようなこともあるというのは、あの情報としてはとっているところでございます。 まあそういった中で各エリアの状況については今、情報収集というところがございますし、引き続きそういった形態についても注意深く見ていきたいという,ふうなところでございます。上谷 ありがとうございますあの自動運転の話もあの川島委員からもございましたがやっぱりあの,他の都市を見てますとやっぱり人員が足りない中でいろいろな最新の技術であったりとか何かそういったものを導入して、えー、この危機を乗り越えていけないかということをいろいろと画策されても取り組まれているところも多数出てきております、まあ、大阪でもオンデマンドバスを走っておりますけどもやっぱりその辺りをですねしっかりとあの検討、検討という状況ではなくですねあのどこから やったら導入できるかそういったところもしっかりともう見極めてですね一定、その辺も踏まえながらじゃないとやっぱりこう人材がああ運転手が不足してもう持たないとなった時の対策をやっぱりとしっかり考えておかないと今からダメだと思いますねやっぱりしっかりとその辺りを見極めて、えー、導入できるところをしっかりと検討していただきたいなという,ふうに思いますのでよろしくお願い申し上げます。 えー、それにちょっと関連してなんですけど、ちょっと少しマース関連なんですが、まあ、これはまあ都市計画局範囲だということではございません、交通局としてということでございますけれども、あのーまあ、これも昨年の特別質疑でございましたかね、何か質問であったんですけれども、その マースに、えー、実証するときに、えー、性的データとか,か動的データというのが、あのー、あるということでその性的データをそのー民間の事業者ですかね提出するかしないかという,うご議論があったと思うんですが今その、えー、性的データというのは提出している状況なのでその辺をちょっと教えていただきたらと思います西山部長。え オープンデータ、のの話こととか思いますの司会等にでも何度か予算の含めご質問ありましたので繰り返しになるかと思うんですけどオープンデータ、大きく2つの種類がございます。議員の方からありましたように、性的データ、これはバス停の位置情報ですね、緯度経度とか時刻表、そしてそのバス停がどっち向きに行ってるバスが来てるのかとか、そういうふうな情報、そして動的データ、 というのはあのバスの運行ですねバスが今どこを走ってるかとか、まあ、そういうふうなあ,あと所要時間とかいうふうなものが大きく2つに分かれているというところでございますで現在あのオープンデータ化につきましてはこの整理的データの方をーオープンデータとして公開できるようにということで進めているというふうな状況でございまして、えー、今あのオープンデータ協議会というものに改名してそこがあの専門的なっ 知識を持っておられますので、えー、今あの、こちらもデータを提供して、ですね公開に向けた準備を進めているという、まあ、今年度中には、えー、やれあの性的データの公開ができたらええなというふうに今、進めております。でまた、その後,後は、あとは動的データのオープンデータ化に向けて、ですね、えー、また検討をしていきたいというふうに考えているところでございます。上谷 ありがとうございます今も提出されていろいろとオープンデータに向けて進められているということでございましたその動的データの話なんですけど動的データっていうのはいろいろとその取り方、いろいろあると思うんですけども今京都市として検討されている動的データの取り方っていうのはどんなものがございますでしょうか西山部長。基本的にはですねあのバスにあの搭載してます GPS。その G ですね、あの、普通の車でもあのカーナビとかいろろな使われてるかと思います。そういう位置情報というものをもとに、それをデータ化の加工しまして、例えば、あの、Google マップとか、ああいうマップの上に、そのバスが今、ここに走ってますよとか、いうようなことを表示していくとか、そういうふうなイメージのものかなというふうに思ってますので、基本的にはそのいう GPS を使っていくというような形かと思っております。上谷。 いろんな取り方があるということで、まあ、しっかりと性的データ、動的データ、まあ、できればどちらもあ合わせた方が、しっかりとそのプラ、えー、オープンデータ化した方がまが、今後活用できるということがございますので、しっかりとその辺は進めていただけたらなと思います。えー、少しちょっとだけ、あの人員の方に戻るんですけども、えー、っと今までその検査 ああ技師採用試験というのも行われていると思うんですけれども先ほど、その新橋の運転士の方の不足の話でございあのいろいろとなかなか受験者集まらないという話でございましたけどこの検査技師の採用試験に関してはあどういった動向なんでしょうか教えていただきたいなと思います。どなたがどなた大塚部長 実施の時期が9月から10月というふうになってございまして、えーえー、っと募集人員の方は10名で募集をしておりますで、えー、っと申し込みの数が22名、えー、一次試験の方は、えー、21名の方に受験していただきまして 最終の合格者数が7名ということでございます。あの募集人員約10名という,ような形でしておりましたが、まああのえー、それぞれの方々の,あの適性等も含めまして、えー、必要な人員は確保できたのかなというふうに考えております。上谷 ありがとうございますあのこちらの方いろいろと市場整備職員の方うの、まあ、状況を見てますと、高齢の方よりやはり若い方の方が今、割合として多いのかなと思いますので、こちらの方うは、まあ、一定、その人員不足に関しては、今のところ心配はないというふうに思って大丈夫なんでしょうか。大塚部長 あの整備士につきましても、ですねあのやはり非常に厳しい状況にあるのには間違いはございません、でえこの間、あのっずっとまあ委託を進めてきたやつを少し直営にするというような形をしまして、と言いますのは、あの委託していることによるその危険性というか、ですねやっぱ不安定な側面というのがあのございましたので、一定数はやはり直営でもう少し確保するべきだろうというようなことで採用活動を行っております。で えー、まあ今最後のことにあのそれなりに応募してきたて方方もいらっしゃいますあの一定のその条件で採用の要件も。 含めててやっておりますので、あのレベルの方が来てていいただけているかなという,ふうに思っていますでこれについては引き続き適正な人数というようなことも測りながらしっかりと確保してで整備が止まってしまいますとそのバスが動かなくなるというそういう意味で言ってみても非常に危険性の高いところでございますので対戦の確保をしっかりやっていきたいという,ふうに思っておりますしこの不足している中でどうしていくかということこれもバスの方 だけではなくてこちらの方もしっかりとあの我々としては注視しながら検討していかないといけないところであるというふうには考えております。上谷ありがとうございます。まあ、こちらの方もやっぱり今後見つ、えー、見るとちょっと厳しい状況だということでございます。あのこちらもちょっとお聞きしたいんですけどそれからあの給与差ですねこれは民間とその直営でどれぐらい差がほとんどないものなのかその辺を教えていただけたらなと思います。大塚部長。 えっとですね。今ですね整備士のえ、正規の職員の人件費の単価が740万というあの数字になっております。で、あの民間で整備士だけというようなことっていうのは、ちょっとあの開えない。あの状況になっておりまして。 あのなかなかどうかというようなことっていうのは比較しにくいのかなというふうに思っております。で、この我々のこの人件費の方の740万つきましても、その運転手と違いまして、職員の数が非常に少ないですので、まあ、あの年齢構成であるとか、その時によって結構変動するというふうなところもございます。えー、ただまあ、今あ、採用しておりますと、それなりには来てくれておりますので、一応市場でたたかえるぐらいの給料額になっているのかなとは思っております。上谷。 わかりました。ありがとうございます。あの整備士の方もまあしっかりと今後人材をしっかりと確保できるようにですね、いろんな対策が必要だと思いますので、あのそのあたりもしっかりと民間の状況も見ながらですね、まあ、運転手ともどもでしっかりとその確保できる体制をに取り組んでいただきたいなと思います。私たちもしっかりとその議論をしてですね、あの何かアイデアないかしっかりと私も考えてまいりますので、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。以上で終わります。進行いたします。山田委員。 山田委員、はい、よろしくお願いします。あの質疑に先立ちまして、質疑の途中でこの運近畿運輸局が発行しています冊子をお示しして質疑をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。すいません、よろしくお願いします。はいえー、それではあの私の方からはまずあの通学定期の割引率についてお伺いしたいと思います。 あの地下鉄、市バスの通学定期の割引率は、多都市と比べて低くなっています、これ市、市バスですけど、あの高校生の、えー、通学定期、市バスでは多都,都市平均、政令都市ですね、平均44.5%に対して、京都市は40%、4.5%、えー、低い状況になっています。えー、中高生では たと市平均61.9%に対して60.0%と、まあ、ここも低くなっています、えーとあの高校、京都こどもネットが行いました高校生アンケート、学校生活やとか校則、施設や設備についての質問をされていますが、その中で、学校のこと以外で京都市に要望したいことと、こういう質問がありましたね。 あの最も多かった要望が、市バス地下鉄の定期代、あの自由に過ごせる場所が、市バス地下鉄の定期代というのが41.2%で、次に自由に過ごせる場所の設定増設が35.3%、まあ、高校生が最も求めたのが、えー、自由に過ごせる場所よりも定期代だったと、えー、割,引率割引率の 引き上げを求められている声が多いと思うんですが、その点のご認識はいかがでしょうか上田部長。はい、今、ちょっと委員がご説明いただいた数字についてちょっと違うところがあるのかなというふうにございますけれども、我々としまして、今現在、市バスの通学定期券の割引率につきましては、他都市との比較では、大学生の。 平均型としては45.1%、中高生が45.9%であるのに対しまして、京都市は大学生40%、中高生が54.3%となっております、大学生の割引率は若干低くなっているのも中高生の割引は高くなっているのが現状でございます。山田委員 そうでしたちょっと見た資料が間違っていたのかしら、えーまあ、ちょっと改めてねあの、そのことについても、まあまあ、精査させていただきたいと思いますが、あの京都市立あの紫の高校に伏見区から通う高校生の保護者のお話を伺いました、えー、近鉄向島駅から近づいて北大路に行き、芝生で船岡山まで、えー、行って通うと、通学定期は一万四千月ね、1万4070円。 まあ定期代が高すぎるとやむをえず向島から丹波町まで行って京阪で出町柳まで行くとそこからちょっと距離があるんですけど坂を上り坂ですよね上り道を自転車で通学されていたということでしたあのこ,うこのコースをたどると、ね、定期代は約半額の6970円で済んだという話であります。あのもう少しね かなりこれ、えー、しんどい通学を容疑なくされたということで、もう少しね、あのー、安ければ軽犯ではなくて、えー、便利な市バス地下鉄を利用されていたと思うんです、市バスの利用を増やす対策からもね、通学定期などの見直し、割引の見直しをする必要があるなと、この事例、一つとっても思ったんですが、この点についてはいかがでしょうか。上田部長 民間、はいえー、の鉄道会社におきまして、基本的には地上を走っていることが多くございまして、建設費がやっぱりあの、地下鉄の建設よりも安く済むということで、運賃も安く設定されているのが現状でございます、そういった中でわれわれ、できる限りのことをやってきてございます、今おっしゃっております地下鉄の割引につきましても、基本的に中高生につきましては、えー、他都市平均並みの、えー、割引率をさせていただいてございますので、遜色ないものというふうに考えてございます。山田委員、まああの 地下鉄は地下を走り、民間鉄道は地上を走っているから、安くつくと、こういうふうなお話でしたけれどもあの、営利企業である民間鉄道の割引率、これは、えー、ちょっとあの具体的に調べたわけではありませんがね、えーまあ、あの今申し上げた京阪の向島出町柳の運賃と、向島から地下鉄の北大路の運賃、これ、比較しました。 えー、通常の運賃は、京班は520円、地下鉄は530円、変わらないんですよね、えー、同じレベルでした、えー、ところが一方ね、高校生の1か月の定期は、京班、今申し上げた向か島から出町柳の定期は6970円に対して、地下鉄はあの今申し上げたあの、えー、北大島で,、えー、ですと、1万660円。 え通常の運賃は1.1対1.02に、東、え、内、ー、デビューやったけども、も定期は1対1.53倍になっています。あの民間の鉄道との比較でも、ね、非常に高いんではないかなというふうに思いました。これでは、ね、なかなかしバス地づい選んでもらえないということになっているのではないかと思いますが、その点についてはいかがでしょうか上田部長。 はいえー、繰り返しになりますが、やはり民間さんにつきましては、えー、なかなか、えー、割引率の高い設定をされているの事実でございます、そういった中で我々地下鉄の、えー、公営の他都市の平均で見ましても、そんな変わらない割引率しているということは、やはり地下鉄と民間の鉄道さんでの建設にかかる費用、それを補うためにどれだけの収入を得るかというので、運賃設定が変わってくる、こういった部分が、やはりそういった部分にも変わってきているのかなというふうに考えてございます。山田委員、まあ、結局はの 公共の福祉の増進というのが、ね、本来の役割であって、まあ、コストをす、ね、べてあの利用料金に転嫁をするという、こういう発想はちょっとどうなのかなというふうに私自身は思います。で特にやっぱりあの、京都市の高校生が京都市の私立の、京都、公立のね、京都の学校に通うのに、民間鉄道で通った方が、言うたら安いと、やっぱりね、そういう状況はちょっと改善する必要があると。やっぱり えー、京都市の高校生には、えー、京都市の市バス地下鉄、しっかり使ってもらえるようなね、えー、対応していただきたいと思います、ちょっと先ほど、あの大学の話もされてました、ちょっと僕の、あのこれまだ数字が違ったら、大変失礼なんですけど、えー、大学生の通勤定義の割引率は芝生、市バス40%、他都市44.5%に比べて4.5%低いと。 地下鉄は50%で、たとしより61.1% 61. で 11.、1.1%低くなっていると、まあ、あの今、日本の、ね、異常な高額費が少子化の要因となっていると言われています、あの京都市立大学教職員組合が、私立大学の学生の保護者の家計負担実態調査を実施されています。 京都先端大学であったり、京都立橘大学、同志社大学、立命館大学、龍谷大学に通学する学生の保護者の協力によるもので、6442人のデータが集められています。まあ、この調査によると、受験から大学入学までの費用は、受験料は受験外出4.1回で30万4577円、初年度納付金が135万7080円。 合計166万1657円かかっています、えー、さらに自宅外から通学する学生さんの保護者は、まああのえー、住宅の敷金、これ18万8919円、家賃が5万5898円、まあ、生活費24万3691円、これ、4月から12月までの分ですよね、合計215万165円。 あの自宅外通学者のえまあまあさらにえ仕送り、これが71万3360円、入学年にかかる費用の総額は、自宅外通学者の場合は286万3525円。 ま高額費に家計負担、家計負担は本当に限界なんです。まあ、物価高騰が学生生活や保護者に大きな負担になっていると、まあ、学生の町、京都だからこそね、えー、通学定期の割引率、えー、これ引き上げたら、いかがでしょうか。上田部長 大学生の定義でございます。先ほど申しました、芝スにつきましては大学生が我々じゃなくて、他都市の平均でいきます45.1%に対しまして、我々は40%。地下鉄におきましては他都市平均が61%に対しまして、我々は50%になってございます。今、おっしゃっておられます大学生の通学的の割り比率についてでございますけれども、やはり我々大変厳しい経営状況でございます。そういった中でですね、市民の足である芝ス地下鉄の安定的かつ持続的可能な 経営を確保するために、あのおっしゃってる趣旨は一定理解できますけれども、減収につながることにつきましては、交通局の厳しい経営状況を考えますと、えー、引き上げは困難であるというふうに考えてございます山田委員。やっぱり定期の負担が重くてね、市バス地下鉄が便利やけど、もう自転車で行かんとしゃないなと、え結局あの、要は運賃でえ賄おうとするがためにえ、利用者を減らしてしまうと。 こういう悪循環になっているのではないかなというふうに思いますあの横浜市交通局は2018年3月に子育て世帯の家計負担を軽減するために市営バスと市営地下鉄の通学定期を値下げしました市営バスは約13から19%の値下げ市営地下鉄では約10%から12%の値下げをしています あの神戸市交通局は、2020年、昨年9月から、今年の4月までの分、4月までの7か月分、総額8万4000を超える経費の2分の1、定期の8万4000円を超える分の2分の1を補助してあります、さらに一人親世帯の定期は全額補助、こういう予算で子育て支援を行っておられます。 あの地下鉄も最も割引の高い東京交通局、大学生、中学生とも70.5%の割引であります、まあ、あの先ほど申し上げた割引率との関係で、ちょっと、たとしなみに生徒は言う話になると、どうなのかなということになりますけど、もう少しね、割引率引き上げ、これをね、 進めていただいて、あの中,中,中高生や大学生の、あのー、生活、支援していただきたいと思います。あの地方公営企業法17条の2、えー、経費負担の原則では、次に掲える地方公営企業の経費で、政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計、または他の特別会計において、出資、長期の貸付負担金の支出、その他の方法により、 負担するものとすると、こう示されています、その施設上、当該、公営企業の経営に伴う収入をもって、当てることが適当でない経費とあります、まさに子育て支援として、せめて、あとわずかでも割引率を上げ,上げてもらうために、一般会計からの負担、これしていただいてね、その結果、要は利用者が増えると。 いうことになれば、あの経営改善にも好循環になるんではないかというふうに思いますが、その点のお考えはいかがでしょうか。上田部長 はい。え、以前にも同様の議論させていただいたと思いますけれども、一般会見におきましても、え、黒字が出たと言いましても、財政状況は厳しい状況でございます。そういった中で我々、え、大変厳しい状況の中で、え、今おっしゃっております大学生とかの、え、通勤、通学定期券の割引率、また補助につきまして、交通事業者だけでどないかなるというようなものではなくてですね、やはり、オール京都市として考えていかなきゃいけない、え、なかなか難しい課題かなというふうに考えてございます。山田委員。 いや今耳くもおっしゃいました、交通事業者としてどうにかなるというふうには思わないと、そうであればね、あの独立財産にこだわる必要はないし、えー、現にあの、京都市の一般会計も改善が見られるわけですから、えー、一般会計の繰り入れを行うべきだというふうに思います、でさらに、えー、先ほど来からね、あの人手不足、えー、2024年問題、かなり、えー、議論されました、深刻な状況ですよね、えー、バスの運転手の勤務の厳しさや、 勤務時間の長さかから考えるとななり賃金は低くなっていま,すまあそういう意味でもね運転手不足を解消するためにも、えー、処遇の改善、えー、労働時間の改善これが必要だというふうに思いますあのー、以前のねあー厚生労働省が、えー、厚生労働省労働基準局がバス運転者の労働時間 の改善基準ポイントが示されています先ほどもお話がありました、4週間を平均した1週間あたりの拘束時間は原則として66時間を限度、1日の拘束時間は13時間以内を基本とすると、延長するとしても 16, 16時間が限度、1日の休息時間は勤務終了後、 継続8時間がこれ、11時間に伸ばされるというお話でした、あの予算議会の審議の中でも、ぎりぎり8時間確保しているというようなご答弁がありました、自宅に帰れないで、そのまま仮眠していただいて、次の乗務に入らなければいけないと、こういうこともおっしゃっていました、京都市の市バスの運転手の乗務経済、3つあるんですよね。 始発からあ乗務して、えー、ラッシュ時を経過して昼う午後に、えー、終わるとで、午後から勤務して、えー、夕方のラッシュから最終まで、えー、乗務すると、それと中級勤務という、えー、この3つの形態だというふうにお聞きしています、まあ、あのこの基準との関係で、あのえー、必ずしもあの上限いっぱいで毎日して仕事しているわけではないと。 いう,ふうに、ね、そのとき答弁されていました。一定の余裕を持った勤務を当然していただいていると、こういう話でしたけれども、あの循環系のバスを運転されている運転手さんからお話を伺いた現状も、そのとき紹介させていただきました。当日の自分の勤務ダイヤを確認してから、運賃箱用の金庫を持って車両点検に向かい、車両点検が終了したら、 事務所に戻って社内販売用カード、乗車券を準備して、修行点検を受け、修行点検では健康状態の報告とともに、運行に関する注意事項や乗務,に乗務するダイヤの確認を行うと、その上で出発をされます、循環系ですから、約2時間勤務ののちに30分休憩。 これは、まあ、あの2時間勤務したら30分休憩取らなあかんということが決まっていますからそうなってますとでさらに、えー、再度乗務して、えー、同じコースを2時間元に戻ってこられますで次に1時間お休みの上再度乗務して、えーまあ、同じことを繰り返しこれ3回ぐらい乗務してあるのかなだいたいこれ十数時間、えーまあ、限度額13時間ということですから十数時間の拘束になると思いますただあの途中の休憩がね あの混雑、重大なに巻き込まれて、取れないケースもあると、連続で4時間の乗務もせざるを得ないことがあると、こういうこともおっしゃってましたが、今、乗務員も不足して、かなり厳しくなってきていると、改善を求めましたけれども、その後、改善されているか、むしろ過酷になっているのかなと、4時間以上の勤務や、 休憩時間確保できないという状態が、えー、その後も増えてしまっているのか、えー、またあの今、えー、紹介したような8時間しかないから、えー、自宅に帰る時間がないという,う運転、上務をされている方もいらっしゃいますが、この点については今後どうなさるのか、どうしても人が必要になると思うんですが、いかかがでしょうか西山部長。えー 今議員の方からお詰めありましたのは、まあ、いわゆる働き方改革の労基とかに定められている基準の,方の話かと思います。えー、基本的にはその基準というのは守らなきゃいけないということになっておりますので、えー、その基準の中で、我々今、運転手さんの 勤務というものを組み立てているという形になっております。ただまああの先ほど来、えー、なかなか欠勤も多くてということになっておりますので、例えばあの高級の日に勤務についていただいたりとか、えー、先ほどおっしゃられたその本来決まっている運行回数からもう一回 走っていただくとかこれは長期に対応になりますけどもそういうようなこともしながらですね今の休息の時間等も守りつつ運転手さんの方には今のダイヤを 守っていただ、くような形で、えー、お願いしているところでございますので、えーまあ、8時間空けるというのは、そこには、えー、通勤のことをおっしゃられてますけれども、特にあの法律上、そこを通勤に要する時間を含めなさいという規定はありませんので、あくまでも修行と就業の間を、今現在でしたら8時間。 は開けましょうということになってますから、そういった部分を法律に基づいて、しっかり守って運用させていただいているというのが今の現状でございます。山田委員ま、本当に安全運行をする上でもね。ちょっと本当に職員さんの処遇改善。これ待ったなしだと言わなければいけないと思います。まあ、これもあの予算でお聞きしましたけども、あの過酷な仕事の割にね賃金が低すぎると、あの20代の単身の方で親と同居して。 手当が一切つかない運転手の給料、えー、聞かせていただきました、一般的なシフトで20時間残業がついたとしても手取り20万に満たないというふうにおっしゃっていました、あの給与票5票、1票との差で84%、あの京都市の運転手も京都市の職員ですし、5票の運転手も1票の運転手も同じ仕事をされています、そういった意味ではね、これ5票を廃止して、 一票に統一する、処遇改善という意味では、やっぱり賃金が大きな要素になると思うんです、で5票で勤務すると、まい、あ、たら超過勤務せざるをえない、そうでないと、言うたら生活費に満たないという、こういう現状があるわけですから、あのしっかりとね、あのこうした現状も見ていただいて、今の給与体系でいいのか、そのこともね、ちょっと考えていただきたいと、ぜひね、5票は廃止して、 一票に統一することを求めたいと思いますが、いかがでしょうか。大塚部長。はい。えー、今あのご紹介いただきました、えー、いわゆる企業主語給料表第5ですございます。あのこれはあのもうあの議員は充々ご存知のことだと思いますが、平成12年度に、えー、導入をしております。えー、当時の、えー、国家公務員の,あの給料表の、えー、第 にと言われる表ですねいわゆる技能労務職があのに適用されております、給料表を適用したというようなことになっております、でこれは当時の,その経営状況、えー、等に考えまして、あのやはり、えー、バスというのがあの労働産業であるということもあのございまして、経営改善という中であの、この給料表を導入したというところでございます。で 1>, えー、1票と5票につきましては、まああのー、1票の食品を5票に変えるということはできませんので、えー、混在するというような形でこの間ずっと経過してきましたけれども、えー、バスだけで言いますと現時点でもうすでに9割が、えー、給料表の第5という形になっておりまして、えー、もともとの,その計画通りに、まあ、これについては置き換わってきているというところなのかなというふうに思っております。であの処遇面につきましてはあの先ほどのあの人員不足云々のこと 方あのことにつきまして言いますと、まあ我々のところもそうですけれども、あのバス業界全体の課題でもあるかなというふうに思っております。えー、全体でまあどういうふうな形で、えー、処遇面、あの働き方の改革も含めて改善していくのかというふうなことがあの今、突きつけられてて、それを我々は、えー、京都市交通業としてどう考えるのかというふうなところかなというふうに思っております。えー、ご存知ののようにに給与のあの上げ先につきましては あの人事委員会勧告に基づいてということでございます。あの、こ今年はあの非常に民間さんの方も。 えーまあ、あのバス業界だけではなくてだ、だけではなくというか、それ以外のところも含めて非常に好調やというふうなことで、我々も韓国のほうは非常に高い勧告が出ております。で、これがあのこれから組合との交渉を経てからというふうなことにはなりますけれども、当然、この韓国のことを、まあ、あの考えながら、どういうふうにしていくのかというふうなことを考えていかないといけないのかなというふうに思っております。あの処遇だけでではなななくて働働きき方いいいろんん面で働きやすい環境を作るととううようなことが職員さんに え気持ちよく働いていただいて、で市民の皆様に高、えーえー、品質なサービスを届けていくというふうなことの原則かなというふうに思いますので、しっかり取り組んでいきたいというふうに思ってまさにね、処遇の改善がね、働き方、えー、さらにやっぱりあの大幅な賃上げ、えー、これはどうしても必要であります、あのこれ、京都市の市バスの人件費、これはあの、他、えー、都市と比較した、あの令和産年の経営レポート。 えー、公営バス、えー、6都市の1キロ当たりの、えー、収支比較が行われています、まあそれによると、1キロ当たりの京都市の人件費は277円、えー、6都市平均が455円、178円、えー、他の都市の人件費よりも低いと、まあ、これ、あの人件費一般ですから、人務も含めて、あのー 交通局全体の賃金を示されているので、まあ、運転手の比較になるかどうかという点ではちょっと違うかと思うんですけども、まあ、特にあの、えー、仙台市だったかなああこれは違うか、まあ、ちょっとぜひタトシカの比較から見てもで運転手という仕事かなり過酷です。 でエッセンシャルワーカーとして、まあ、あの障害のある人、車いすの人、まああの、多言語対応、えー、さらにはケアの必要な人なんかも、まあ、ワンマンですから、1人で全て対応されると、そういった意味ではも研修もされてね、いろんな技術、技能をあのお持ちの方が京都市、市バスの運転手だというふうに思っています、まあ、その割にはね、賃金が低すぎるし、他都市と比べても低いと。 私は思いますが、改めて今のバスの運転手の言うたら、それなりの立場から言って、今の賃金、どのようにお考えでしょうか大塚部長。はい、えー これから先、非常に人員が不足してくる状況というのは、先ほどから何度かご答弁させていただいているところですけれども、しっかりと確保していかないといけないというふうな状況かというふうに思っております。 で当然、その処遇面というようなこともその中では大きな要素であるのは間違いないというふうに思っております。えー、繰り返しになりますが、それだけではなくて、職場環境、働きやすい環境で、そこで長い間、しっかり働いていただけるというふうな環境作り、その中でさまざまな取り組みをしっかりと続けていきたいというふうに思っております山田委員。はいまあ、いずれににしろ、ね、本当に、まあ、深刻な人手不足でかつ今の,あの えー、厚生労働省の運転手の基準、これもぎりぎりになっていると、でさらに職、えー、遇の改善が求められているということですから、えー、ぜひね、あのー、募集しても人が来ないというのは、やっぱりそういう状況だからですから、しっかりとね、職改善して、もうぜひ京都市バスの運転手になって、まあ、誇りある仕事をしてみたいと、こういうふうに思ってもらえるような。 改善を求めたいというふうに思いますあとこれ指名したあの質疑やろうと思うんですがあと三分余りになりましたので以降明日にさせていただきますすみませんありがとうございました、はい、進行いたします兵庫委員兵庫委員 よの関係でいきまし私もちょっとしバすについてお聞きしたいんですけれども初めにあの特に市バスの中でもバス停について停留所についてお聞きしたいと思いますあの令和4年度の実績を見ますと停留所数が714、まあ、これは往復がありますから乗りバスでいくと約1600というふうに聞いているんですけれどもその中でバス停にはです、ね、いわゆるその上屋ですね 雨とかしのげる上屋があるのが666か所ということであの実績報告を見ているんですけれども今後、あのこういった上屋を増加する予定があるでしょうかいわゆるそのやはり市民の方から屋根が欲しいという要望をよく聞くことがあるのでそのあたりの予定とか状況とか教えてください西山部長、はいえー、バス停の、まあ、いわゆるバス待ち環境の改善という部分での事業かと思います。えーえー 我々は今コロナ禍における経営状況が非常に厳しいという中で、えー、上や一基作るのにもですね、まああの、その場の状況によって変わってくるんですけれども、大体400万ぐらい、あの工事費も含め、 かかるというふうふな事業でございますなかなかこの厳しい経営状況の中で今現在のところはですね親の設置については凍結をさせていただいているという状況ですただしあの広告付き親や MC 度胡さんというふうの方がやっておられる分についてはあれは広告収入で整備をしていただいてますのでそちらの方はですねこのコロナ禍においてもです、えーえー 順次整備できるところについては今進めていただいているというそういうふうな状況でございます。 はい、ありがとうございますあの今広告付きの、まあ、上屋の話がありましてそれもちょっと実績見ますとあの令和4年度は227か所あるということで666か所中ですねあのそういったあの業者さん MC 同行さんですかあのそういったところの協力をいただきながら広告収入でそういった上屋を作るという話があるんですけどもあのそれ以外にもあの本市のバス停にはいわゆる近接表示が。 あって五百五十二箇所令和四年度ありましてあの先ほどのその上屋のいわゆる広告付きも含めてなんですけれどもああのまあ他の他都市ではですねやはりそのバス停のいわゆるそういったあの表示広告を含めた表示がいわゆるスマート化が進んでおって。 あのいわゆるデジタル表示ですねデジタルサイネージを使っているところが、まあ、岐阜ですとか長崎ですとか広島、まあ、あの北九州、まあ、近いところ熊本の市バスもあるというのをに聞いているんですけどももしあの、同じそういった広告の,あの会社さんが上を立てていくということを考えたときにです、ね、あのいわゆるそのスマート化をしたデジタルサイネージのバス停になりますといわゆる多言語化もできますし または、災害時の緊急の表示もできるという利点がかなりあると思うんですが、そのあたり、この採用というか、導入というか、そういったもののお考えはいかがな西山部長。えーっと、すみませんあのサイネージ、デジタルサイネージにつきましては、えー、一つにはあの京都市の景観政策の中で、 やはりあの非常にあの京都のこの街並みを守ろうというところで、非常にきめ細やかなあの規制なり場所によっては制限が緩和されたりとかいうのがございます。で、大きさもですねなかなかあの決まっておりまして。まあ,あの1番つけれるところ。でも1平米ぐらいまで。 というようよな形の制限もあったりりとかしております広告付き場合の方今の,あの大きさでだいたい広告の面積は2平米とかありますのであのなかなかそういう景観の部分あるいは、えー、サイネージつけるにしてもサイネージのそのつける向きとかいろんな部分の中で、えー、他の,その一般の乗用車の運転手さんがそれをこう変に注視することで、えー、事故後のないようにとかさまざまな あのことを考えていかなあかんかなというふうに思っております。ただ、あの議員おっしゃられましたように、今、デジタルサイネージというのは、広告の事業とか、そういったいろんな情報発信の部分でも、今トレンドだというふうに思っております。まあ、あの関係局とも、今後いろんな調整が必要なわけですし、そういうあの規制限の部分がありますので、またいろんな形で。話はしていきたいなというふうに思っております。兵庫委員。 まあ、景観でいろいろな制限もあるということですけれども今、最後の私話があったデジタルサイネージいわゆる広告を出す側の企業にしてもちょっとした修正とか簡単にできるのがすごく利点だという聞いておりまして今後ますますあのいわゆるスポンサーなる企業側がそういうデジタルサイネージを非常に喜ばれるような状況だと思うのでぜひまたいろんな景観の含めたあのハードルあると思うんですけどもぜひ検討を進めていただきたいと思ってますの、ね、でよろしくお願いいたします。 次は同じバス停のことでちょっとベンチのことをお聞きしたいんですけどもあのこれも同じ令和4年の実績を見ますとあのベンチの設置数が約1600のリバーの中で902箇所あるということを、ね、やはり高齢化が進んでましてあの全国平均29.1%の高齢化率京都もかなりの,あの3人に1人が高齢者になるという状況の中でやはりそのベンチの設置をしてほしいという要望をよく受けます。 でただですねやみくもにできることではないと私も認識をしておりまして中にはあの近くの道路にあの歩道に。 こうよくプラスチックの横長のベンチが勝手に置いてあると思うんですがでそれが腰壊れてるから直してほしいというこれは私たちではなくて死ではなくて誰かが置いてるもんだからできませんというお答えをさせてもらうんですけどもただ実際高齢者の方にとっては腰を下ろす場所が本当に欲しいんだなと思ってます。でこの箇所についいててなんでですけどもその基準として私がちょっと聞いた限りではメートル の,あの幅が歩道にあって全面5 0ンチで後ろの幅に1 5メートル残せば設置できるという,ふうに聞いているんですけれどもそういった基準に沿ったいわゆる歩道にはこの900には全部設置しているんでしょうかでもあのそれは全体としてではなくてたまたまこの902という数になっているのかその最初にそれを教えてもらえましょうか西山部長。はい、えー とベンチにつきましては、先、あの上屋は、えー、財政状況が厳しいという中で、あの凍結しておりますけど、このベンチにつきましては、この厳しい状況の中でも、新規とか更新とかいうような形で予算付けをしてきております。で今あの、直近で言いますと、あのベンチの数、全部で904でちょっと増えておるんですけども。はいあのー ただ今先生おっしゃられたようにその道路の福音のこれまた基準もありましてそれを満たした形で設置せなあかんということにはなってるんですがあのベンチの設置にあたってもその 前の建物の所有者の方の了解とかいろんなものがこう得られないとベンチはつけられないということもございます。あの勝手につけると、ちょっとそれは道路の許可もおりませんので、そういったところでご理解いただいたバス停につきまして、新たにベンチを設置したりとかいうふうな形で今取り組んで毎年少しずつ増やしているというふうな現状でございます。委員 ありがとうございます。まあ,あのベンチを設置すると、そこの家の方がまあそういう話もあるわけですね。ありがとうございます。まあ,あの基準につきまして、いわゆるそういった基準を市民の方がご存知ないもんですから、あのやはり欲しいという声をたくさんいただくんですね。ですので、あの今おっしゃられていただいたんです。いわゆる基準が満たないところでも。 実際にそこで本当に必要でかつ、そういったあの許可を取らなきゃいけない人がいないような場所につきまして今後、そういった規制面もあのできるだけあの緩和をするまたは場所によってはここはあの値は違うけどできてもいいのかなというようなそういった検討も今後、ぜひしていただきたいと思います。そのあたりはいかかがでしょうか西山部長 先ほど議員の方からご紹介がありましたように、ベンチを置いた上えで、歩道の復員が1.5メートル以上ないとだめだということがあります。それは通行される方とかのスペースを十分確保しましょうという、そういう決まりがございますで。この基準がございますので、我々の方もベンチを増やしていくという中で、どうしたらいいかというのを過去、検討してまいりました。で具体的に申しまますすととベベンンチは大きく2種類あるかと思いますあの青い青 それから茶色いあの細長いベンチと2つあります。で従来はその青いベンチを置いておったんですけどもこの青いベンチの幅がだいたい41センチございます。でこの41センチという長さがあるもんですからなかなか福音が取れないなという中で、えー、我々あの強小ベンチと呼んでるんですけど。今置いてるあの茶色いベンチがあのそれに当たるんですけどこれの座面の幅が23センチ。 1> 約1 8センチちょっと細いベンチを今置かさせていただいてますこれによりましてその道路の方の,その基準というものもある程度こちらの工夫の中でクリアしていける箇所が増えたのかなというふうに思っておりまして今青いベンチはもう一切あの新規ではつけておらずあの 今申しました。その狭小ベンチの方をですね。置く形で順次あの増やしているという。そういう工夫、もしながら今までやってきたところでございます。共同委員ありがとうございます。私もあの23センチでもあの数値も見させていただきまして。あのまあ。 着々と改善してもらっているということが非常に分かっていますのでありがとうございます、まあ、あのいろんな意味であの本当にこれ高齢化が進んでさ様々なご要望があるのでぜひあのまたこういった規制もう一回,、まあ、も,う回見ますもっと小さくはできませんけれども、まあ、幅の面ですとかまた設置の許可のこととかも含めてご,ご,ご,ご努力が大変だと思うんですけどもぜひそのあたりまた推進してほしいと思いますよろしくお願いいたします次の質問に移りますけれども 次は同じ市バスですけど車両についてお聞きしたいと思います。あの現在、市バスは801台あるということであの大型が709台中型83台小型9台というふうにちょっと聞いております。 でただ、これ、乗車定員、大型はだいたい70名前後ですかね、で中型が50から60で、小型はた体30名前後というふうに、ちょっと一般的な人数しか私は分かりませんけど、認識してるんですけども、あの令和4年度は中型車を5台増やして、小型が5台減ったというふうに、ちょっとあの実績を報告で見てるんですけども、あのまあ、この減った、増加したという数についてはいろいろ理由があると思うんですが、あの路線によってその大きさを選ぶ基準や根拠というのはどうなのか教えてもらえますか。 小玉部長、はい、市バス使い車両のサイズについいてでございます。あののバス車両、今ご案内ありましたように、大型車両、中型車両、小型車両ということで、タイプ三つございます、やはり、い、お客様ご利用が多いところにつきましては、できるかぎり乗車定員の多い車両、そしてまた、お客様のご利用が、まあ、やや少ないところ、あるいはまあ道路が少し狭いと所を走るとか、そういったと所のルートを走るものにつきましては、中型、あるいは小型だそういったもので、あの車両のタイプを使っているところでございます。 委員あの道路の関係もそうなんですが例えばあの乗車定員が乗,定員で乗,乗降客が少ない路線ですとか逆にそういったあの利用者数によって車両の大きさを変えるということはないんでしょうか。小玉部長 はい、あのお客様にまあ十分な輸送力をご提供するというところがございますので、あのご利用の多いろには、より大きな車両、それ、ご利用がまあやや落ち着いていたと申しますが、あのうくるところにつきましては、中型、あるいはまあさらに小型ということで、その路線の特徴に応じた形で配車を行っている、そういったところでございます兵そうしましたら、一概にあのここの路線は少ないから小さくしようとか、そういうのはなくて、総合的に。 路線そのものもを見ていいるととうことですね分かりましたであの、まあ、昨年の,あのバスの,です、ね、あの更新新しく購入されたのが41台というふうにちょっと実績ましてその中でちょっとあの書類で見させてもらったのがあの大型が25台中型が16台というふうにちょっと認識をしておりますでいずれも省エネ型に変えたというふうにちょっとお聞きしているんですね。であの実はあの、まあ いろんな他の局でも議論がありましたけどもあのいわゆるその2050年いわゆる CO2 賞味ゼロを本社は目指しているわけです国もそうですけどもで2013 2030年には2013年比の46%削減がありましてあの、まあ、地下鉄の方は新型車両が1車両1キロ1キロワット とのアバーの消費電力で抑えた、すごく省エネだというふうにちょっと私認識していまして、あのああ着々と進めているなというふうふに思うんですけれども、この市バスにつきましては、1回その購入した車両がしばらく耐用年数、長いと思うんですけれども、18年ぐらいだと思うんですが、そうすると2030年まであと7年という中で、あの新型車両、いや省エネ車両に切り替えていくペースというか、そういったもの、どのような予定になっているか教えてもらえますか。小玉部長 あの私ども導入いたしましたにつきましては、最新のそういった排ガス規制に適用すると、そういったものの車両はもちろんでございますし、メーカーの方でも車両技術進歩というところがありまして、いわゆるまああの燃費の方ですね、そういった部分についても改善をされてきているというところでございます、そういった中で、私ども、今ありましたような目標についてもしっかりと頑張ってまいりというふうに思っているところでございます。委 まああのね細かい数値の達成というのはなかなか数値的に難しいのかもしれませんけどそれでもやっぱりあの実際に掲げた目標をクリアしなければいけないのであのそういった具体的にやはりその一個一個の車両ですとか一つ一つの運営面でそういったあの数値をクリアするようにやっていただきたいと思うんですけどもあのまあちょっと意地悪な話かもしれませんけどもあの本当にこの達成するめどは立っているんでしょうかその辺りも教えてもらえますか。 大塚部長、はいえっ、ー、と今あのご紹介いただきましたのはえっ、ー、と京都市としてあの目標を定めておりますあの CO2 の削減のことかというふうに思います。えー、策定の時に当たりましてはあの我々のその車両の更新ですねバスであれば車両の更新それから地下鉄についてもまあ新型車両の件 こういったことをそれからあのえっと車両等のことにつきましては運営のその中での話ですけれどもそれ以外にも我々が事務所として運営している中での CO2 の削減まあこういったことをトータルで目標数値を定めていくというふうな形を取っておりますで今あるものをこういうふうに変えていくというふうなことをスケジュールンをしながら計画策定時にあの協議をしておりますあのおっしゃっていただきますようにバスの更新時期というのはあの18年で非常に長いので18年というとそん なの間に何度も技術更新があるんちゃうかというような、そういうようなご指摘かなというふうに思いますが、そういうことも含めて、最新のものを必ず毎回入れるというようなことを前提にしながら、あの計画の方を策定しておりますので、えー、きっちりとその計画通りにあって、目標が達成できるように、進めていきたいというふうに考えております。 委員はい、ありがとうござのますぜひあ市バスについてはちょっとこれ最後に質問したいと思うんですけどもあの今市バスの車両すべてオートマチック車と聞いてるんですねあの確かマニュアル車ではないと確かに、ね、この路線を一日走ると何十回とか何百回ぐらいシフトチェンジするのは非常に困難であの労力かかると思うんですこれ確か本当にオートマチックであの聞いてますけどそれで合ってるかどうかちょっともう一回確認したいのとですねもしそうであるならばあの先ほどの バスのいわゆる運転手の確保のときにです、ね、募集要項にもし本当に車両がオートマチックなら、そういったことを記入した方が、やはりその応募とかもよろしいんじゃないかと、いうちょっと私、思ったんですが、そのあたり、いかがですか小玉部長、はい、あのバスの車両の道の関係でございますが、あの私どもオートマチック対応の車両、多いところではございますが、一部、ハイブリッドの車両につきましては、ミッション車の方が若干残っている、そういうところでもございます。 共同委員あ一部ハイブリッドはミッション車が残っているわけですね、そうしましたら、じゃあ、全車両じゃないということで分かりました、ちょっと私がかつてあの、整備工場を見たときにあの、オートマチック車に全部切り替えてるんでちょってお聞きしたものですから、ちょっと私のほうでそういうの認識しておりました、まあ、いずれにしても、じゃあ,あの、そういった募集にはならないということで,ですね、認識しました。 同じく市バスのことでお聞きしたいんですけれどもあの市バスには今全車両ドライブレコーダーをつけていただいてましていわゆるその追突事故ですとか煽り運転とかそういった際に非常に記録として有効だと思うんですけどもあのバスの室内に向けたいわゆる録画機能そういったものもあるというふうにお聞きしてるんですけどもあの例えばその室内向けの録画の状況の中で何かその役に立ったこととか。 あの犯罪も含めてですけども、そういったあのそのレコーダーの成果というものがあるのか教えてもらえますか。西山部長、ドライブレコーダーのうち2台を車内に取り付けております。バスの前方、あ前方と。 おから車内を後方を映す分と、それからちょうど中頃ぐらいにですねから後方を映すような、その形であの荷台をつけております。で、のこのお車内でのお映像ですけども、例えば車内転倒が起きたとき、やむをえず、ちょっと急ブレーキを踏んだりとか。 あそういう,うなとの事故の時のお客様の状況の把握とか、あるいはあの運転士の運転状況がどうなのかっていうようなその急発進とか急ブレーキ気味のようなちょっと荒い運転をしているかがしてないかとかいう確認とかいうようなことにも使っています。でまた犯罪の部分でいきますと、その例えば車内で痴漢とかいうふうなことがあった場合、当然運転手に申告があればその時点で運行を止めましてというまあ警察の要請もするんですけど。 そういったときの後での警察様の方でからご紹介があればあの画像を提供したりとかいうふうな形でえ使っているという,ふうなこともありますしまた、そういう社内でドライブレコーダーで映像を記録していますという表示もさせていただいていますので一定の犯罪抑制というあの役に立っているのではないのかなといいう,うに考えてるところでございま兵同委員。 役に立てるということで、あの今ちょっと最後お聞きしなかったのは、あの実際にその警察から紹介があったとか。そういう実際にそのあの犯罪につくのやあの解消に使われたことはあるんですか？西山部長はい、あの大体年間ですね。警察からの方からそういうあの画像提供の依頼というのがを100件ぐらいあります。はい、ただ、あの。 残ってる画像が残っている残ってないろいろありますけれどもはいあの100件ぐらい毎年ありまして提供しているというような状況で分かりました、まあ、役に立っているということで安心いたしましたいろ、まあ、あんな意味であの近年そのドライブレコーダーは外だけではなくてあのタクシーなんかでも内側につけているのが非常に犯罪者犯罪者という言い方は分かりませんけどもあの車内の犯罪の,あの記録に役立っていると聞いてますのでぜひまた市バスの方でも引き続きお願いしたいと思っておりますすお時間でで終わりたいいと思います以上です。 質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。再開時刻は午後1時といたします。